皆さんこんにちは、神楽です。神楽の巣で第29回は私、泉と石がお送りしたいと思います。はい、さて、ついに神楽ちゃん、うん、ツアー始まりましたが、ね、どうですか？いやもうね、気合のほどは。いや、気合は入ってますよ、もちろん。うん、もう何せ、はいはい、2年ぶりのこのライブハウス、はいはいはい、うん、もうしかもツアーっていうことでね、まあ、ここ今ですね、うん、まあ、水戸なんですが、うん、まあ、始まりね、うん、なんですが、どうですか、まあ、2年ぶり、まあ、約3年、2年、3年ぶりというところでね。いやね、もう、はい、あの、まあ、来て、まずこう、ね、あのステージに行ってみたんですけど、はい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 、やっぱね、こう、最近ずっとホールでやっていたじゃないですか。そうですね、うん、はい、もうね、ちょっとほんまに狭かったっけっていう。あ、うん、でも結構あれですよ、思い出に残ってますよ、うん、なんか、なんて言うんだろう、昔はね、よくライブハウスはよく回ったんでね、うん、必ずミット入ってたじゃないですか、うん、すごい懐かしいなって。あ、うん、まあね、ところで石さん、今回のツアーのコンセプトですか、うん、まあ、記載で、こう、ほにゃらら、バリアスファイアワークス2006というか、はい、どういう意味が込められているんですかね。まあ、普通にね、こう直訳して、はいはい、まあ、色とりどりの、ね、はい、花火、はい、うん、もうやっぱ夏といえば花火かなと。そうです ね、こう日本の風物詩の一つじゃないですか、はい、うん、っていうのをね、こうライブで表現しつつ、はい、こうね、みんなと楽しめれば、ね、いいかなと。まあ、計8本じゃないですか、うん、まあ、今回新しく、新しくというか初めて行く場所といえば、うん、ああね、神戸と、うん、静岡、はい、神戸なんて言うんでしたっけ、神戸バリットですね。バリット、うん、で静岡は、はい、佐賀市ですね。全然違うよ。ジャムジャムジャムでした。ジャムジャムジャムでした。間違えて言っちゃうよ。イエス。まあ、そんな感じですね。はい、まあ、新しいところもね、うん、まあ、行きつつ、まあ、計8本全力を持っていきたいと思うわけですが、はい、まあ、その衣装もね、うん、まあ、見ての通り、まあ、新しく、そう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 、うん、まあ、今までとは違うちょっとニュアンスでね、うん、行こうかなって思ってるんで、そうですね、うん、まあ、これでみんな楽しめていけたらいいかなと思います、うん、というわけでですね、はい、今回の映像のコーナーでは、リハーサルの風景を交えた、記載、今回のツアーの初日レポートをできる限りお見せしたいと思います、うん、それでは、早速どうぞどうぞ どうぞ。寂しがると思うし、このチリチリがなくなったら俺も寂しいし、やっとみんなが認めてくれたし、2年かけて辛い時期あったし、石です。ですね、いよいよツアーも佳境に入っていると思うんですけども、今回のツアー、バリアスファイアーワークス2006と、銘打ちましてですね、まさに夏のライブ、夏の花火ということで、
まあね、そういう、まあ、セットを組んで、まあ、こう思考を凝らしたね、またライブになっていると思うんですけども、まあ、8月5日のアックスでは、それのまたさらに集大成となる、最高のステージをみんなに、お見せすることができると思います。なので、ですね、もうバッチリみんなもこう決めてね、浴衣とかいいと思うよってことで、8月の5日アックスでお待ちしております。石でした。じゃあ、今ツアー中だと思うんですけど、まあ、今撮ってる時点では、リハーサル中という感じです。前回、まあ、4月にライブやった時は結構、まあ、大げさな感じだったんですけど、まあ、今回はわりかしシンプルでライブ、普通にライブな感じのライブをできたらなと。まあ、箱もいろんな箱の場所、箱の大きさがあるんで、その場所その場所でいい感じにライブができたらなと思ってます。遊びに来てもらっていると思うんですけど、引き続き東京まで、何本かあるので暇な人は見に来てください。です。どうもありがとうございます。ナイストーク。今回の、ツアー8本計8本あるんですけど、一本一本大事に悔いのないライブをしたいなと思います。マジ不安うわー勝負かな思うよ体力的にね。でもそこは、まあ、体力というかトレーニングしてそこは頑張っていくので、皆さん温かく見守ってください。ナオでした。久々のツアーということで、まあ、神楽を応援してくれる人が、まあ、いろいろと不安なんぞ抱かせている部分も数多く、ただ、このツアーで、それを吹き飛ばすツアーにしたいなと思います。とりあえず8本1本1本大切にやっていくので、よろしく。これから、神楽ファッションチェックなどをしていきたいなと思うんですけども、今回ですね、まあ、このツアーで僕たち新しく、まあ、チャレンジしていこうかなという、まあ、こういう服装なんですけども、まあ、とりあえず僕から聞きたいと思うんですけども、まあ、ちょっと肩ら辺とかにツールとか入っててぐらいかな。そう、うん、かな俺は。あとね、あ、これちょっと可愛いでしょ、これ栓抜きとかね。それはフラミンゴじゃないですか。そうだね、でもこれフラミンゴじゃなくてこれ栓抜きなんですよ。で、まぁ、ちょっとここに入ってる感じ、うん、まあこういった感じなんですけども、あんまり俺はそこまで行きますか。隣ここにいるシーンなんですけど、まあ今回まあ、まあ、下からなんですけど、まあこれスリッポンっていう、これバンズですかね、これバンズだね、うん、バンズのスリッポンっていう、まあ名前の靴なんですけども、
まあ、この、まあ、やらしい色なんですけども、これ芯が履くと、まあこれやらしくなく違和感なくこう見られる、これポイント。これ多分他の人がこう例えば石が履いたらこれ多分気持ち悪くなるかもしれないし、もしかしたら俺が履いたらもうすげえ気持ち悪くなるかもしれないし、ただこれを履く芯違和感なくね。そしてこの今回この何だっけこれ立体サイダー、立体サイダー、サイダン立体サイダー、どんなのサイダン、立体サイダンのあのまあこう形なんですけども、これまあ一般メーカー、まあこういうまあダメージ加工の中にまあ和柄が入りつつで、ここら辺にまあブースカットな形のまあ切れ目が入ってるんです。そしてこう上にダーッていくとこのインナーですね。これあの私のちょっと色とねちょっと似てる感じの色になってます。であのまあ今回ほんとサラッとした感じの、まあ、夏っぽい、まあ、色合い淡い感じですよね、しんさん。はい、そうですよね。まあ、それをイメージしつつ、まあ、こういうボタンにも、ね、意外とちょっとこうね夜ねちょっと和のねテイストがこれ入ってるんです、これね、似てるのかな。で続いてうちの顔のいくにはい回したいと思うんですけども、まあ、下からいくとですね、まあ、あのこの靴これたあの名前なんつったっけこれ、知らない。エアタビ、タビでいいんじゃない、エアタビ的な、うん、あのこれ本当いって開かないんだ、これ開かないよ、痛いよまあこういってなんていうんですかこれ、なんていうんだろうね、まさにこれ旅じゃないこれ、ね、旅だよね、うん、まあ、旅風の、まあ、スニーカー、うん、ハイテクスニーカーですね、うん、でそしてこの一種のこのなんていうんですかこれ、これなんていうんですか、そう、まあ、釣りな感じの釣りロールアップ、そうです、うん、でこの裏生地がこう分け地になってるという形ですね、うん、そしてプラスダメージ加工の中にあの和柄も入りつつ、そしてこれ今回石田これおすすめなんじゃないですかこれ、何ですかジャケットのこれ、これね取れるんですね、まあ、あんまり意味はないんだけど、うん、取れるこれあんまり意味あるでしょ、でもあるかな、うん、まあどうだろう、ライブ中に取るとかないないねじゃあ意味ないねこれね、取れないから、そうだね、うん、そういうことだね、そう、まあ、この石君がこうこの色にしたかったと、うん、いうことですよね、うんうん、違う、うんうんうん、そして、まあ、このねポケットの中に、まあ、ダメージ加工も入りつつ和柄も入りつつ、はい、で中のインナーこれタンクトップですよね、はい、そうですまあ、まあ、でもうねこれ完全な自前なんですけど、あれ完全な自前なんですけど、なんかいやちょっと間に合わなくて、ああなるほどね、間に合わなくて、うん、うん、まあこれはまあ自前と、はい、いうことでね、そうですね、じゃ続いてまあまあ全体的にはこう、うん、伊豆さん、続いて伊豆さん、伊豆さんはまあもうこれ結構伊豆さんの場合いろいろ入ってるんですよ、工夫されたものたちが、じゃまず下からこれは伊豆さんいつものあれですよね、ライブシューズですよね、ドラム踏む靴です、ライブシューズ、はい。でこれ石と同じく、まあ、ちょっとロールアップの形が入ってるんですけども、まあ、それに対してこうダメージ加工が入り裏地には和柄が入り、そしてそしてこの、ハーレーベスト、ハーレーベストっていうのライダースって、ライダースベストのこの裏にはなんと、あ、ごめんなさい、これじゃねえや、このインナーあるじゃないですか、あ、それこれ見たら、あ、そこ出てくるで、このインナーではあれですよね、泉さんがこうこれを入れたいっていう模様を入れたんですよね、そうですよね、で、ここの右腕にはマルシェロが入ってるわけです、前回も入りましたね、前回入りましたね、はい、今回は T シャツにも、はい、中のインナーにも入れつつ、で、ここの裏にですね、これ泉さん何の家紋ですかね、これ、それはマガタマ？それマガタマカモンです。マガタマカモン。何個あります？マガタマが。え？五個？一二三個。三個か。
5個だったら5人、5人だからって言うと思ってた。ああ、なるほどね。今聞く。まあこういう形の、はい、ポップですよね。ポップの中にも、はい、ロックテイストも入るという形です、はい、続いて秋山さんさん、まず下から行ってみましょうか。俺の中でですね、アッキーはすごい綺麗めなスタイルが似合うんですよ。それでこう、なんていうかこう、なんていう靴なんだろう、ローファーじゃないよね、これね。何シューズっていうのさ、知らねえ。まあ、トンガリシューズトンガリシューズプラス革製のねの靴を履きつつ、まあ、アッキーの場合はですね、まあ、細身のパンツが似合うんで、こういったあのブラックジーンズの中にこういったあのこういうのをあの専門用語でいうヒゲっていうんですけども、この加工をしつつで、裏地にはまあちょっとあのポップな感じ の、まあ、あのポケットも付きで、でこの上に行くと中のインナーがこうちょっと和柄な柄が入りつつ、そして、まあこのあれですよね、ネイティブ系なペンダント入ります。そして、まああのちょっとウェスタン調の、形が入りつつですね、夏感じの、ものをいろいろ取り入れつつ、うんね、うん、まあ、あのこれからいろいろなことにチャレンジして、うん、まあ、容姿もそうですし、はい、まあ、そうですね、まあ、徐々に変わっていく神楽を、まあ、見てほしいなと、うん、ってことですよね。はい、もうまさにね、ツアー今日一発目水戸ね、この学園にいるわけなんですけど、はいはいはい、まあ、今からねもうドカンと2年ぶりのね、やりますよ、ライブハウスツアー、うん、ね、もうちょっと成功に収めたいと。そうですね、うん、1本目っていうのがすごく大事ですからね。そうだからね、もうこの1本目からこのツアータイトルで、うん、バリアスファイアワークス2006、はい、もうこのツアータイトル、のね、うん、意味もみんなに伝わるようなライブをねしていきたいなと。そうですね、はい、思っております。はい、ね、これ見てるみんなね、多分残すところアックスだと思うんですけど、アックスですね、はい、もうね、アックスではもう最高のねライブを用意して待ってますんで、皆さんぜひね、気合い入れて、浴衣とかいいよね。そうですね、うん、夏なんで、うん、もうそういったラフな格好で皆さん来てくれて働ければいいじゃないですか。うん、ね、ね、でこうもっとね、扇子持ってね、はい、扇子持ってね、うん、うん、ね、そういうところの楽しみ方もやっぱこう夏なんで、そうですね、うん、あると思うんでね、はい、はい、8月5日アクスでお待ちしております。はい、I'm not afraid to die.
ハウスのね、ライブを終えた直後の、はい、神楽なんですけども、はい、どうでした一本目。そうですね、うん、一本目なんで、まあ、これから、まあ、いろいろ反省点をしつつ、うん、次の、まあ、静岡、うん、博多、うん、とどんどんつなげていきたいなと思います、うん、どうですか地元凱旋ライブそうだったはずなんですけど、いっぱいいっぱいで今立ってるのがやっとです。はい、じゃあ、しんさんは、はい、ね、まあ、新しい衣装だったりもしたんですけど、こうどうお客さんとこう、うん、接してみて接してみて、いや、普通、うん、ね、普通、本当に、うん、なんか着替え忘れたのぐらいの感じ言われるのかなと思ったら、うん、私、まあ、いつも通りのね、普通に受け入れてくれた、うん、やっぱね、ブラックはいいよ、うん、ね、こうちゃんと分かってるから、中身まで ね、うん、そう、まあ、そういうところをうまいこうリーダー、1本目なんですけども、まあ、とりあえず、うん、まあ、いろんな面でね、いろんなところで新しいことをやっていきたいっていうふうには、うん、まあ、ここに多分いろんなところで言ってると思うんですけど、うん、まあ、今回その踊るというか、あね、ちょっとしたダンスダンスね、ダンス、うん、どうなの、後ろから。いや、俺はかっこいいと思ったよ、うん、本当、そっか。でもね、うん、なんかこうやっぱり、うん、ライブの流れでやると体力ってやっぱ必要なんだなと思った。そうなんだね、ね、体力ね、ずっと俺行ってきたよね、うん、体力意識を何曲目で脱いだ、うん、上曲は我慢しきれずに脱いだの。え、6曲頑張ったよ。俺頑張ったか、うん、そう、ちゃんと決めてた、うん、6曲目まではこの曲のね、こうイメージもあるから、ここまでは頑張ろうと。本当は1曲目でいっぱいいっぱいでした。あ、はい、まあ、でも本当ね、うん、まあ、ダンスを始め、まあ、和太鼓でちょっとやりつつ、あ、ね、まあ、ちょっとハプニングもあったんですが、うんうん、よかったじゃないですか。うん、そうだね。まあ、この流れはね、こうどんどんこうちょっとずつこう修正して、最後のアックスね、うん、8月5日にはもう最高の、そうですね、ライブできるように、うんうん、やっていきたいと思うんですけどね。そうですね、本当に、うん、どうですか、こう明後日、まあ、静岡、そして福岡と、うん、どうですか。やっぱりね、うん、もちろんね、ライブは楽しみなんですけど、やっぱ移動がね、うん、来てますよね。移動なんだ。移動だね、俺は。ああ、そう今回、ナオさん運転ないですよ。
浮いてないけども、うん、やっぱりあの座ってられない。あ、ね、どうしたの？あのね、今日ね、来るときすごいびっくりしたんだけど、あのちょっと熱あんね、俺。そしたら、ふと見たら、あれ、なんかいねえと思って、うん、いないはずないじゃん、乗ってね。そうだね。そしたらさ、直さんね、一番後ろに乗ってるじゃん、俺と一緒に。そしたらね、座席があるでしょ、こうやって寝てたの。つらかったんだね。こうやって寝てた。あそこ、真ん中つらいからね。うん、あれ、どうしたと思って。うん、なんで、まあ、じゃあ、直さんはね。でも、ここはあれじゃないですか、機材車じゃなくて、コースター、コースターでね、移動するんですけども。うん、まあ、でも、養生しや。そうだね。本当に。ちょっとね。うん。石君はどうですか？何が？クイック目を待って。いやもうね、やっぱり、うん、なんだろうな、ライブハウスのライブ、うん、もうだいぶ久しぶりじゃないですか。そうだね。うん、まあ、この間、あの、6月3日のね、まあ、ちょろっとやったんですけども、うん、やっぱこう、ちゃんとしたワンマンライブっていうのは、そうですね、うん、久しぶりなんで、まあこうライブハウスにしかできないことをね、うん、まあできたかなと思います、うん、今日は、うん、そうそうそうですね。だからやっぱりこうこれはもっともっとこう増長させて、うんうん、よりねみんなと楽しめればいいんじゃないかなと、うん、はい、思ってます、はい、はい、ありがとうございます、はい、まあそんな感じでね、はい、まあまたあと残り7本ですけども、はい、7本、頑張るぞ、7本ですよ、頑張るぞ、はい、まあでも7本しかないと思って、うん、そうそう、俺たちはこうやっていくから、そういうこと、うん、だからもう一本一本ね、もうファンのみんなと一緒に、うん、ね、楽しんでやるから、うん、やってくれますよ、奈緒さん、うん、はい、うん、やるやる、うん、本当にね、うん、ちょっとね、今日はね、うん、あの、まあ、あの、信徒のね、あの、ちょっと噛み合いがね、ちょっとね、難しい、難しかったね、そう、突然こうやっぱこうねキャバが狭くなると、そうそうそう、いつもねあの、うん、ちゃんと打ち合わせするんだけど、そうだね、あやっぱりねねえ、うん、まあその辺ちゃんと2人でやっていってください、ね、うん、やっていくやっていく、うん、はい、まあそういうところも多分ねどんどんやっていくうちに良くなっていくと思うんで、うん、みんなね期待して待っていてください。そんな感じで、ミトライトハウス終了直後のカグラでした。イエイ、さよならゆりちゃん、それあれお弁当温めといて、はい、ドン、はい、どうでしたか、どうでしたか皆さん、うん、あの今回ね、あのツアー回る上でやっぱりいろいろ練習してきてますからね、うん、うん、まあ、そういう風景なども見れたんじゃないですか、うん、まあね、やっぱこうなんだろうな、まだまだね、もうアックスも残っているし、うん、まあもちろんね、名古屋、仙台が残ってますね、やっぱね、こう、まあ、全部は見せるわけにいかないんですけども、見せられないの、はい、まあちょっとね知らないの、まあいろいろと、うん、ね、こう、こっちもね、でも楽しみじゃないですか、うん、まあ、そういうちょっと秘密めいたものもあって、そうだね、うん、うん、なんでもうちょっとこれから来るっていう人はね、はい、そういう、いつ、いつ見れるんですかこれ、これね、7月24日ですね、21です7月21日ですということはあれですか、うん、あれ、どこの人見れるんですか、え、どこの人、うん、まだだから公開が7月21日ということでね、うんうん、まあ、名古屋と仙台と東京の人は見て、うん、なんかこうちょっと盛り上がられるじゃん、そうだね、こうイメージしてもらってね、夏の神楽のライブっていうね、はいはい、うん、そうそう、まあまあまあね、あとまあ見せられなかったんですが、うん、まあ、先ほどミスさん言いましたが、うん、まあ、名古屋大阪に関してですね、はい、あのファンクラブイベント、はい、まあ、期間祭ではないんですが、はい、ちょっと面白いかな、面白いと思うよ面白いかな、いやもうね、俺がある意味俺はドキドキだよ、うん、まあ俺はねもう普通に多分ね楽しんで見てると思う、あれ本当にやんなきゃダメなの、俺当たり前だよ、うん、そのために練習してきたんだから、へぇ、うん、というわけで、まあ、まあヒントとしては俺は約束を守ったぜっていうね、ああ、うん、はいはいはい、うん、約束ね、はい、ある意味の約束は、ま、うん、守ったことになりますよね、そうですよね、はいはい、うん、誰にも文句は言わせないまあそんな感じでね、そうそうそう、ツアー頑張っていくんでね、うん、そう、あれですよ、あの泉さん今回ねドラムセットの端っこに、はい、おそうです、和太鼓が、和太鼓あるんですけど、ちょっと試してみたいなと思ってて、うん、これは泉さんが叩くんですね、それ言っていいんですか、うん、まあちょっ ちょっと何の曲でやるとかって言っていいんですか、まあ、ちょろっと、あの、うん、あの Y が作った曲です、要塞でね要塞で要塞でやるんでしょ、いやいや、うん、まあそうなんだ、うん、でもまあなんだろうな、ほら、44の時はですよ、うん、あのちゃんと和太鼓さんがプロの和太鼓さんが作ってくれたじゃないですか、うん、はいはい、まあ、僕もできますと、まあね、すごい、もうオマージュで、はいはい、そこは、はいはい、
だから、まあ、今回それができたら、うん、次はもうほらこの前みたいにすごいグーってあるのができたらいいなと。ああなるほどね。いやまああれですよ、今回のこのツアーでね、はい、泉がその和太鼓を叩くっていうのはこう足がかりになって、はいはい、次もっともっとねこう広く、うん、ね泉がやっていけるようになればね、はいはい、またまたさらに、あ、ちょっとスティックもあれなんですよ、うん、オリジナルスティック。そうだよそうだよ、オリジナルスティック、そうだよ、すごいのすごいのあったじゃないですか。俺がね、はい、こう今回のツアーから出来上がった、はい、この神楽泉モデルのスティック、はい、俺ね、あのあれなんですよ、そのバンドをやってる人は分かると思うんですけど もう自分のスティックができるっていうのはもう相当大変なことなんですよ。こう大変なんですよ。そう、ギターのね、こうモデルを作るとか、はいはい、うん、なんかそういうものよりも全然こうね、敷居が高いんですよね。思ったんですが、うん、あの一さんないじゃないですか。どうします？俺でしょ。そう、だからほら、うん、昔はね、ほら、うん、センスじゃないですが、うん、あの浅草のね、うん、なんか商工会がとか行ってさ、うん、ちょっとセンスのなんか石モデル作ってもらったらどうですかなんてこと言いましたが、うん、でも皆さんもこれで僕もモニターっていうか、まあ、一応あるんでね、うん、オリジナルとして、うん、実は何行きますか？ギターが欲しい。ボーカルなのに、うん、石モデル。だって石、ボーカル、ギターいっぱい持ってんじゃん。うん、でもあのまああれですよ、やっぱこうギターね、はい、もうやっぱ弾くし、うん、まあ強いて言うならね、あれでいいじゃん、マイクでいいじゃん。いやね、マイクはね、石ってでっかい、いやいや石こうなってた、石全然石モデルじゃないじゃん。そうか、そうか、マイクはちょっと難しいんですよね。まあでもまあ夢ではありますね、はい、うん、まあ、そんな感じでってね、そんな感じで、まあとりあえずこんな感じです。ディズニースティックです、うん、まあいろんな、いろんなことがまあありつつ、うん、まあ準備から始まり、うん、そして、この水戸から出発して、うん、最後8月5日渋谷アックスまで、はい、気合い入れて頑張っていきたいんでね、はい、みんな応援してください。はい、うん、お願いします。まあそんな感じでですね、はい、次回は、はい、神楽の巣第、30回は、はい、8月4日公開です。はい、うん、あのあれじゃないですか、前日なので、うん、ちょっと まさにね、また見せられる部分もありつつでね、うん、こうもうちょっと煽るだけ煽ってね、うん、2日に備えたら、そうだね、うん、まあ、とにかく頑張っていくのでよろしくお願いします、はい、というわけで、今回は、はい、泉と石が、お送りしました。またさよなら。ここは、水戸のライトハウスという場所ですが、今回ですね、ちょっと、MC でもありましたが、太鼓があります、ね。というところでですね、まあ和太鼓だけあっても、なんなんだよ、なんか、まあ、見ているお客さんと何かできればなと思いまして、ちょっと考えました。例えば和太鼓を僕がドンドンドンと叩いたら泉みたいな感じで、なんかみんなが言ってくれるとすごく助かるんですよ。ぶっちゃけむしろやってもらわないと困るんですが、ちょっとね、今言葉だけだとわからないと思うんでね、ちょっとうちのあと参考相方の名を連れてきて、ちょっとそれ表現というかやりたいんでね、ちょっと待ってください。今呼ぶんで、なおさーん。はい、ということでちょっとなおさん、どういう状況か分かってないんですが、はい、先ほど言いましたが、まず私が和太鼓を、まあ、軽くドンドンドンと鳴らすんで、イズミン言ってください。それを今、なおさんが実験的にやりますんで、うん、あの元気よく言わないとダメだ。ダンダンタンダンダンタンイズミーダンダンダンイズミー。そう、わかった、はい、イズミー。大丈夫、あ、違う、チャンスよ。本当はですね、今までですよ、ドラムソロをやって、まあ、ベタな話、ドドドーン、泉ってあったんですよ。ですが、せっかく和太鼓があるんでね、
僕たち神楽っていうぐらいなんで、それで行けたらなって思うんですよ。だから今回和太鼓、を使ったちょっとなんとかレスポンス、コール&レスポンスを、やりたいなって思います。なんでね、そんな長いソロじゃないんですよ実は。まあ要塞に和太鼓を使うんで、要塞の前にあるちょっとした何か、あ、もしあれだったらあれでもいいですよ。一人ずつ名前言っていくっていうのもいいですよ。テテ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 テンドン、イシェドン、ナフキャフキャドン、パッキナドン、パッキシェドドン、イズミつってドンドドンドドンドド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 ド。だから僕が、まずソロをやります。でそんな長くないソロですよ。和太鼓で見せます、見せます。でその後に、ドン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 、一心、一心、一心です。ドン、アキア、アキアです。2番目アキア、ドン、シン、シン、シンですよ。3番目はドン、ナオ、4番目ですよ。最後にドドン、泉。そんな感じで始まってもらわないと俺要塞始めませんぶっちゃけ怒ってるわけじゃないですよ、怒ってるわけじゃないけども、やりたいなって、まあ、今回、計8本で、7本をやっていくんで、まあ、ドラムソロ的なちょっとこうちょっと見せていくっていうところで、それでまあ慣れて8月5日バーギーエッテできればいいかなって思うんで、よろしくお願いします。というわけで、泉の和太鼓コーナーでした。